はい、フルートの部屋です。これね、テナーサックス用のメタルマウスピースなんですけど、もうね、かれこれ半年以上放置していましたね。つまりね、テナーサックス吹いてなかったわけですよ。そしたら、テナーサックス吹いたんだけど、ラバー使ってたんで、このメタルマウスピースをね、買って、まあ、数回吹いてそのまま、そうだ。もう、ひょっとしたら1年ぐらい放置してたのかな。これ、メタルマウスか、マウスピース買いましたっていう動画をアップして、1年ぐらい経ってるかもわかんないな。だから、それ以来吹いてなかったのね、このメタルのマウスピース。これ、柳沢のね、メタルマウスでね、まあ、定評のある、なんだったっけ、7番。なんとかの7番。定評のあるやつね。そしたらね、こんなになっちゃったね。何これ、最初ね、見た時これ何だったっけって分かんなかったね。ねえ、こんななっちゃうんだね。全然使ってなくても、本当に別にね、雨さらしにしてたわけじゃないんだけど、びっくりだ。もうこれどうしようかなと思ったらね、まあシルバーポリッシュで磨けば光るんじゃないって話聞いたんで、今からねちょっと磨いて、どれぐらい、元通りになるかどうかやってみたいと思います。じゃあね、このシルバープリッシュ、これね、フルート用に買ったんですよ。それを、まあ、今回ね、サックスのマウスピースに使ってみようかなと。なんで磨こうかなと思ったんだけど、キッチンペーパー、キッチンペーパー怒られるかな、キッチンペーパーで磨いたら。とりあえずざっとやってみて、でどうなるかですね。ああ、だいぶ落ちてるね。黒くなってる。紙が黒くなってるってことは、表面のこのね、このサビが取れてるっていうことですね。あ、これはなんか結構期待できるな。ちょっと磨いただけでこんななりましたよ。ああ、結構戻ってきたね。じゃあね、もうちょっとね、真剣に磨いて、完成品を目にかけます。はい、どうですか。ほとんどね、新品の状態に戻ってきましたね。いやー、よかったよかった。じゃあね、これを使って一発吹いてみますからね。何を吹くかはお楽しみに。